はい、というわけで今週のシワハルカフトムということで、本日のゲストはレイド君と糸井トイさんです。よろしくお願いします。お願いします。眠い。頼むって。起きて。やる気ある？大丈夫？なんか最近レイド君がちょっと先輩ずらしてるみたいな。そうなの。いいでしょう。そうなの。先輩ずら。今日もだからあのレイド君に誰かネオポルテ呼んで一人呼んで出ようよって言ったら、指名いいっすかって言われて。やめてよ。というご指名ということで。ちょっと強化月間かなって思って。ありがとうございます。そう、いといとい強化月間っつって。何なの？いといとい強化月間はちなみに。いや、深い意味はないんだけど、なんかちょうど。嫌だよ、深い意味あったら。いや、違う。この友達、俺の友達、仲いいところと、なんかいつの間にか繋がってたのがちょうどいいなって思って。ああ、なるほどね。そうそうそう。はい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 、確かになんかいろいろいいね。そう。初めて外部コラボに。都合いい女ってことか。連れてけた。まあ都合いい女ではある。だいぶ。だいぶね。すごい。すごい多いから。じゃあ今日はレイド君、あのゼロ期生、同じゼロ期生レイド君と、都合いい女イトイトイのね、3人でお送りしていきたいと思います。急にやりづらくなっちゃった。都合いい女イトイトイです。お願いします。終わってんな、パワハラとセクハラのダブルコンボですこれ。終わりです。もうこれ僕がレイド君にパワハラしてレイド君がトイさんにセクハラするっていう、この世の終わりみたいな。ネオポルテ怖い。え、配信つい続いてはついてあれ。よし、今んとこカットしよう。マジで潰せ。潰そう。あれ、今んとこなしにしよう。配信開始押してるし、え、切り抜き禁止でお願いします。今んとこ本当にもみ消せるならもみ消したい。消しましょう、記憶を。危ねえ。みんなの記憶を消します。え、なんか吉田 MP4 に持ってかれるところだった今。うわ、もう最悪。ストリームキー変わってる。なんで。あぶねー。あらららららら。やめようか、なんかもう配信やめよう。やめよう、今日はもう。やめようぜ。ハブカスタム終了ですか。ここまで気合い入れたトークして何も僕の配信乗ってなかった。ダメージ結構えぐいかも。ただ俺がボコられただけ。もう一回やる。今のくだり、いやもう無理。うまくやれる気がする。よし、配信開始。改めて押しました。デッドボール飛んでくるって分かってたら避けれる。はい、はい、というわけで本日の柴原カフトもやっていきましょう、はい、イエーイ。あー眠いな。キップそこからやってくれんだ。じゃあ一切ダメでしたということで、はい、はい、4枚。まあそもそもスーちゃん推し、だるま推し、ひなの推しって書いてある時点で、こっからの寵愛を得られるとは思わない方がいい。ギリギリいないな、誰も。残念ながら。ごめんな、俺たちで。すいません、本当に。ごめんなさい。今日のゲスト、スーちゃんとかだるまさんとかひなのさんじゃなくて、すいませんね。俺たちじゃダメか。ネオポルテ、ミキセです。ダメか。ダメか。吐いてもらえるぐらいになってこうよ。やめとけよ、あんなの。そんな言い方良くないよね。俺たちにしとけよ。その言い方。俺たちで妥協しとけって。妥協なんだ。あんなのやめて。妥協なんだよね。右のことで吐いてもらって。まあどっちでもいいけど。なんか糸糸糸かぶりついてない。多分左のことが入った。なんか王の風格ない？糸糸糸。待って、なんで、まあ、なんで、大きなもんね、大丈夫、なんで左下のスタート押さなければ大丈夫、勝手に間違っても押すなよ。危ない。押すなよ。押すなよ。絶対に押しちゃダメだぞ。絶対に押すなよ。ポチって押せよ。押しちゃうよ、押しちゃうよ、本当に。あ、右側か。左の方とかね。左よ。わかんないよな、そんなこと言われたってな。わかんないよね、そんなことね。先言えって話だよね。渋原の書き方が悪いわ、こんな。そうだよね。どう考えても。申し訳ないと思ってますよ、本当に。そうだよね。文句言え、文句ちゃんと。ふざけんなって。申し訳なく思ってます。わかりづれえよって。わかりづれえよって。言ってきた？言ったな、今。しれっとな、今。流れに乗って今ちょっとレイド君言ってたよね今ね。いやなんか結構言ってない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 。トラウマになるタイプの人もいるんだぞ。本当に言うんだ。言ってない。びっくりした。悪ノリを誘発させておいてハシゴ外すなって。これでメンタル鍛えてからさ、後輩の鍛えられてメンタル大事よね。なんかネオポルテフェまだまだちょっとメンタルがなんかあれだよね。ちょっとまだ箱入りだよね。
箱入りメンタルしてる、ね、そう箱入りのメンタルしてるわね、うん、箱入りのメンタル。僕とレイド君ってなんか河川敷に生えてる雑草とかだからさ、そうそうそう下手すりゃ道路か河川敷どころか、うん、アスファルトの上で寝れるから ね、 ね。でもなんかやっぱネオポルテの子たちはみんなこう丁寧に育てられた、ね、うん、なんかお花屋さんの花みたいな。わかる、本当にわかる、ね、恩師っぽだちだなあいつら、うん、なるほどね。一旦ぐちゃぐちゃに揉んでみるところから始めようかなっていう。やばいやばいやばい死んじゃう。最近の計画。大丈夫大丈夫、死んだら蘇ればいいから。パワハラってこと。うん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 、君たちがそう感じるならそうかもしれないね。怖いよ怖いよ。他箱とか見てると結構やっぱパワハラしてるもんな。怖いよ。してるしてる、全然してる。だから俺もする。パワハラしないといけないよね。うん、だから俺もやばいね、うん、こうして生まれるんだ、パワハラ。先輩さ、フラットラあります。まあ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 、うわうわ、いらんいらんいらん、こんな武器。でもこれしかないから一応持っとこうかな。え、武器何使う。これしかないから仕方なく持っと、持ちたくなかったけど。アールストリー01もらいます。おいー、カービン、まあげます。え、カービン弱いですか。もう何が強いの。はい、強い。いや弱いって。お前エイペックスレジェンズやったことねえのか。いや、フラットラインでよくね、ネメシスでよくね。フラットライン使うなら別にカービィも変わんねえだろカス。いや変わんなかねえだろカス。何が違うんだ言ってみろカス。1ダメージナーフがだるいんだよ。ダメージそういえば下がったなカス。ダメージ下がったのマジで微妙だぞ。何が微妙って、打ち漏らした時になんか1ダメージ下がったせいかなって思っちゃうのが雑念になる。じゃあじゃあいらない。さあ今のやり取りを込みで、イトイトイはどっちを選ぶのかな。助けて。カービンかな、フラットラインかな。カービンは普通に強い。どっちにつくのかな。フラットラインは別に悪い。どっちだ、どっちだ。もちろん僕の方がランクは高い。俺の方が付き合いが長い。あー助けてみんな。どちらにしようかな。天の神様マスターまでしか行ったことない人はやっぱフラットラの方が強いって言うんだ。まあ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 言いますけど、僕はどっちも強いと思いますけどね。でどっちかといえばよ、いやどっちかとかない、どっちかとかあるね。交戦距離で変わる、無理。あいだだ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 。あ、でもフラットラインにしてる。うん、違いますか、ですこれ。は？ちょ、待って待って待って、助けて。え、何？じゃあ最終的に今何持ってんの、あなた。カーマスティフ持ってます。こんなやついねえよ。